めライブの時間でございます。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、今年2発目の選手ですエンタメライブでございます。はい、司会は私、ノアのセイズイと宮島メグがお届けいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、で2回目という、前回はね、はい、MC の方々が来ていただいて、はい、揃い組でやりましたけど、もう初めて会う MC の方もいて、そうですよね、そうなんですよね、ちょっと驚きでしたね、はい、考えてみて、はい、ね、今年も一生懸命やっていきたいと思いますけども、はい、なんかあれですよね、まあ、この CM でみゆきさん、ね、ライブをやるっていうこと。あ、そうなんですよ、はい、ですね、1月24日の金曜日なんですが、私が参加しているラ・バスガイドスというね、バスガイドの制服を着て歌って踊っておりまして、はいはい、そのラ・バスガイドスで1時間番組を持たせていただきます。そうでございますね、はい、夜の7時からですね、はい、1時間、ライブとあとトーク、はい、お届けします。魅惑のトークは展開するわけですね。魅惑のトーク、はい、お楽しみ。会場に来てくださった方に限定で非売品の CD をプレゼントしますので、ご乗車お待ちしておりますということで。なるほど、はい、ご乗車、はい、はい、よろしくお願いします。早速ですね、はい、今夜のゲストも素敵な、ね、シンガーさんが、もうリハーサルから圧倒されましたね。感動です。何やら1回でまで響いたっていうね。あ、そうなんです、上がってくるときに聞こえたんです、うん、ということで、はい、今回もよろしくお願いします。はい、今夜のゲストはパラディソウルさんが登場します。2009年に結成された女性ゴスペルユニット、現在カイヤさん、アスカさん、ユウコさんの3名で活動中です。少人数であることを感じさせない息の合ったソウルフルなコーラスワークや、周囲を引きつける迫力のあるステージングが魅力ということで、今夜はどんなパフォーマンスを見せてくれるんでしょうか。はい、ね、今宵はもうね、お客様もいて満員でございますので、はい、ぜひ、ね、張り切っていきたいと思いますけども、はい、準備のよろしいでしょうか。はい、それではよろしくお願いいたします。風が立ち込める雨に濡れたアスファルト、果てない道な君ちの途中、傷つきもがきながらひざまずいた。青く石場道が滲む手の中に、守り続けているものは Be alive Even lonely, lonely 孤独に押しつぶされそう。でも I just beKeep on going, going ただ見えない明日だけを信じてる。飛び交う無常に憎いし、綺麗なんかじゃなくて、ああ粉々に砕けそうな心、笑顔の奥にそっと隠してるの。雨上がりの空、涙も乾いたら、かすかな光をIt's all over, over
しむ手の中に守り続けているものは Be alive Ever lonely, lonely 孤独に押し潰されそうでも I just be alive Keep on going, going It's all over, over 終わってなんかいない何も I just be alive Burning my soul改めまして、こんばんは、パラリソウルと申します。パラリソウルです。パラリソウルです。あのよくお見かけするお顔もちらほらとして温かい雰囲気です ね、 ですね、はい、あと今日生配信なのでご覧いただいている皆さんこんばんは、パラリソウルです。こんばんは、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日はですね、ちょっと短い時間ですがオリジナル曲を中心にお届けしていきたいと思います。では早速聴いてください。呼吸、そう今呼吸をしていること、そう瞬きをしていることを、うん、当たり前だと思っていたのね、ずっと寄り添っていたはずの温もりさえ、この声枯れ果てるまで歌い叫び続けてくから、遠く星の彼方でも私を
この声枯れ果てるまで歌い叫び続けてくから遠く死のかなたでも私を見つめていてもし願いが一つだけ2曲しっとりとね、はいお送りいたしましたけども、改めまして、私たちの、自己紹介をさせていただきます。はい。はい。はい、コーラスのアルト、真ん中の音ですね、アルト担当してます、アスカです。よろしくお願いします。アスカはい、そしてコーラスの一番高い音、ソプラノを担当しております、ゆうこと言います。よろしくお願いします。ゆうこ一番低い男性のような声を担当しております。テナーのカイヤと申します。カイヤーよろしくお願いします。はい。ね、先ほどいろいろ、ご紹介をいただいたのでですね、はい、サクサクちょっと歌っていきたいと思うんですけど。いつもね、話し始めると止まらなくなっちゃうんでね。今日も、はい、サクッと。はい。はい、ちょっとね、今日は、短い時間の間なんですけれども、うん、ちょっと、パラディソウル、独自のといいますか、うん、はい、ゴスペルをちょっと世間に広めようとですね YouTube でとある企画をやっておりましてそこからですねちょっともうこれ不動のナンバーワンなんですね、うん、どこ行っても受けるというやつをですね今日も歌わせていただければなと思います。一般的によく皆さんがご存知である、J-POP だったりいろんな曲をですねゴスペル風にアレンジをした、ゴスってみたという企画の方からですね今日はちょっと人気ナンバーワンこの曲をお届けしたいと思います。隠しきれない映り画がいつしかあなたに染みついた。誰かに取られるくらいならあなたを殺していいですか。ねみだれて隠れ宿つづら折り情念の滝舞い上がり揺れ落ちる肩の向こうにあなた山が燃える。何があってももういいの。クラクラ燃える火をくぐりあなたと越えたい。天城越え。ララ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 
ありがとうございます。ありがとうございます。突然なんだって感じさっきまであんなにあんな感じやったやないかいっていう感じ。一番今生き生きしてたんじゃないかなって感じ。お客さんもね初めて笑っていただいたような感じがします。そうですね、もうちょっとね、はい、いつにないライブなんでちょっと緊張してるんですけども、ね、あの、ね、今のでちょっと温まったかなと思います。はい、はいはいはい、そうですね、あのこれどこ行っても本当に受けるやつなのでリクエストも多いですよね。そうなんで す, んです、はい、よくリクエストを受けてね、はい、歌うんですけどもね、はい、そうなんです。昨年もたくさん歌ってきましたけど、またかっていうぐらいですけどもね。はい、引き続きあのよろしければ YouTube のチャンネルの方でですね、こすってみたと検索をしていただければ、あ出ないか、はい、出ますので、いろいろその、それ以外にもアニメだったり、童謡だったりいろんな曲をですねカバーしておりますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。ですね、今日オリジナル曲中心なんですけども、もう昨年になりますね、昨年の4月7日にですね、私たちのミニアルバムをリリースさせていただきまして、今日はその中から、その中の曲を中心でお届けしてるんですけども、1枚目のシングルとして、リリースをしたスタンドアップという曲があるんですけども、そのスタンドアップの、ちょっとアレンジが変わったバージョンで、ピアノだけになったシンプルなバージョンを、今回アルバムに収録させていただきまして、今日はですねそのピアノバージョンで、スタンドアップお届けしていきたいと思います。それでは聴いてください。スタンドアップ。疲れた翼を閉じて、あなたは震えている。明日なんて来なければいいのにと、その心にある大きな痛みを分け合いたい。一人じゃないこと、固く誓ったいつかのあなたは他のどんな誰よりも輝いてたはず。知ってるよ、たとえ降りしきる雨に戸惑う、恐れないで自分を信じよう。 All the people stand up, All the people stand up, 共に立ち上がれば止まない
stand up 共に立ち上がれば明けない夜はない Oh the ladies be strong Oh the gentlemen be kind きっと光に差す噂が All the people stand upAll the people stand up 共に立ち上がれば止まない雨なんてない All the ladies be strong All the children be kind きっと羽ばたいてゆけるあの大空へありがとうございます。はい、スタンドアップお届けしました。先ほどもちょっとだけ触れたんですけども、昨年アルバムをリリースさせていただきまして、次がですねちょっと短いんですけど次で最後の曲になります。はい、でそのアルバムのタイトルにもなっている、Ms. Perfect という曲をお届けしていきたいと思うんですけども、まあ、10年、はい、10周年なんです、10周年で、はい、そのアルバム出したんですけども、まあ、10年一緒にやってきて、はい、まあ、女性のこの年代は結構悩みが尽きないよねっていう話をいつもしてるんですけども、やっぱりこう結婚だったりそうです、ね、はい、妊娠出産だったり、はいはい、あとは、まあ、仕事でね、仕事でいろいろ立場が上がってきたりとか、まあ、いろんなこう人生の曲がり角というか分岐点に立たされる機会がなんか女性は特に多いんじゃないかななんて勝手に思ってまして、そうですね、まあ、そういう悩みの尽きない、はい、女性の同世代の女性に向けて、応援歌を作りたいなという気持ちで、はい、作った曲になります。はい、最後はちょっと楽しくね、はい、終わりたいと思います、はい、それでは聞いてください。 Miss Perfect。 ダイヤモンドレスもいらない、 T シャツとブルージーンズが私のトレードマーク、立派な学歴はないけど、お金じゃ買えない経験と知恵があるの。比べたりしないよ、ありのままの私がいい。重いヒール脱ぎ捨てて裸足のまま歩いて行こう。 Smile, 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 be myself. Cry, 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 be myself. たった一度愛しながら生きてた。 It's gonna be perfect, 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 perfect. I am Miss Perfect. It's gonna be perfect, 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 perfect. I am Miss Perfect. 時を重ね気づく。輝きと自分だけの価値、痛みやコンプレックスまでも受け入れることがきっと強さなんだ。
もしも振り返ったりしないで、ありのままのあなたがいい、あなたがいい。毎朝生まれ変わってく心のまま歩いて行こう。 Smile, 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 be yourself. Cry, 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 be yourself.もう立ち止まっては歩き出して乗り越えてきた、yeah! この一歩にその言葉にどんな時でも誇りを持って進め We gonna be free 私たちの集め、皆さんありがとうございました。この後トークに行きたいと思いますが、一旦ここで CM をご覧ください。ネット放送局 C ウェーブ千住レクロスエンタメライブ MC を担当しています西川美優です。毎週火曜日19時から配信中です。見てねー。千住レクロスエンタメライブ第1火曜日担当しています山口敦です。この番組は毎週火曜日19時から20時 YouTube ライブ生配信してます。見てねー。ネット放送局 C ウェーブ千住でクロスエンタメライブ MC をしていますショーです。毎週火曜日19時から配信中です。よろしくお願いします。毎週火曜日19時からお届けしている千住でクロスエンタメライブ MC の宮島めぐです。素敵なトークと演奏ぜひ見てください。よろしくお願いします。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな。あら、どうしたの？一体ね、つけたけど。
回ってるね。まっすぐだよ。下の位置だよ。あそこで元気もらえるよ。いい湯だったな。あんちゃんもあそこに行くのかい。あったかいなあ、足立。あなたの声を聞かせてください。足立区。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を笑顔に出会うたび、何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって、一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく、包んでく。遠くにいるあなたへと、近くにいるあなたへと、どこまでもこの道を行こう。君の笑顔待っているんだ、あの街が待っているんだ。想いを乗せてハンドル握る。今日も明日も未来へ運ぶ。僕は夢を追い人。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千住でクロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャンネット放送局 C ウェブ7階ブースからお届けしております。この番組では皆様からのメッセージを受け付けております。千住@cwave.jp までメールしてください。
また現在ご覧になっています YouTube、Facebook の C-WEB チャンネル、そしてショールームでもコメントができますので、こちらの方にもじゃんじゃん書き込みお待ちしております。はい、改めまして今夜のゲストはパラディ・ソウさんです。お願いします。よろしくお願いします。どうでしたかこの感じ。ちょっと緊張しちゃいました ね、 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 いつにない感じで。本当ですか、ね、はい、いやでもねすごくね、やっぱ声量がねすごいすごいパワーですよ。とにかく曲もかっこいいし。 ありがとうございます。良かったですよね、あのね、ありがとうございます。実はあれですよね、めぐさん、はい、ね、あのゴスペルというかそうですね、クラスグループもやられたんですよね。大学の時に合唱部に入っていまして、はい、でそこで4年間合唱、あとアカペラグループを知り合いと組んで、あの女性 4人とあとベースとボイスパーカッションで6人で活動したこともありまして、もう裏でもう入りたいと、はい、入れないんですけどあのもうレベルが違いすぎて入れないんですけど入りたいなって思いました。すごい素晴らしかったです。でも実際、メンバー今オリジナルメンバーっていうか3人で10周年ということで、はい、あの結構入られたりとかっていう形で、そういうのがあったんですね。うち今10人ぐらいがこう入りまで入ってますね。初めからいた3名が残ったっていう、はい、いやでもすごいですね、はい、がっちりここは組んで3人残ってる、はい、ね、そうなんです、気の強い3人がっていうわけじゃないんですけどよくそう思われがちなんですけど、そんなことないです。それだけで罰があるとか罰も強いです。あ、そうなんですね。そういうことね、はい、でもやっぱなんか3人聞くともう仲良くて、はい、普通あのグループって、はい、音楽やり始めると意外とあのその音楽だけで他の時プライベートあんまり、ね、うん、遊ばないとか言うんですけど、めちゃめちゃ遊んでます、ね、めちゃめちゃ遊んでます、ね、あのスポッチャとか行ってあのワイワイ遊んだりとか、懐かしいですね、あの飲みに行くのも日常です。お酒好きなんで3人とも。いやでも先ほどの甘い声、ね、はい、お酒飲みたくなっちゃいました。飲みたくなりました、ね、で往年の清水明さんのこのねちょっとね最初に裏で聞いてポンっていうかねすごいなと思って、そんなゲームあるんだと思っていや良かったですよね。ありがとうございます。普段のライブもこういう形の展開が多いんですか。こういうなんですかアカペラだけでちょっとワンコーナーじゃないですけど、うん、カバーとかあるんですか。あ、そうですね、割とちょっとなんかあのゴスペルのアカペラもやったりももちろんするんですけども、はいはい、あの私たちのそのゴスペル歌、はい、やっぱりあのそうですね、YouTube、はい、あの、うん、あれを歌うとあの急に和むんですよ。あ、知ってる知ってるって感じで、はいはい、なのでそこで掴んでからのあのゴスペルをガッツリ歌う。ガッツリ、はい、そうですね、はい、でもオリジナル素敵で、はい、ね、あ、うん、あ、嬉しいです。あ、はい、そうなんですか。曲はあの基本は私が作ってるんですけども、いろんな人の力を借りながらっていう感じです。はい、ね、今回あのご紹介初めてなんですよね。そうです、はい、紹介いただいたゆうきさんともね、今日会場になんかマスクしていらっしゃるんですけど真ん中にいたらね、あの彼とはもともとそうですね、同じレベルというかあの、はい、仲間で、はいはい、最近はちょっと会えてなかったんですけども、共通の詩人がいてというか、はいはい、で繋がってっていう感じです、はい、ね、いろんな方知ってるんだね彼も。すごいなと思って今日サプライズで、ね、わざわざ来ていただいて、はい、忙しいな。よくあの、はい、オーハッピーデーを歌うんですよ、はい、オーハッピーデーってあの天心ラブソングの曲をセッションしてくれるんです。あら、ノリいいですからね。そうですね、腰を振りながらそうなんですね。でもそういうのもなんか何ですか、楽器がなくても楽器出すできるじゃないですか、うん、それはすごいなと思いますよね、うんうん、体が楽器ってやつですね。かっこいい。そして短いが強い。今日も強いね。ね、すごいですね。やっぱりでも普段もじゃあ、まあ楽器がないからその場で歌ったりとかそういうこととかあるんですか。例えば飲みながらとかってあるんですか。ありますね。あ、ありますね。だんだん声大きくなっちゃう。誰かが歌い始めるとハ
持っちゃうみたいな。なっちゃいます。ドンキホーテとかでもハモったりします。なんか歩きながら誰かが歌い始めるとなんか後ろでハモってる。移動中に練習始めるっていう、うん、なるほど。でも練習というかもうなんかね遊びというか楽しみながら歌ってる感じがするんで、これはいいですよね。僕なんかもう本当にフォワットコーラスなんで何言ってるか分かんないので、はい、もうすごいなと思って、例えばなんかどういう感じで歌うんですか。ちょっとここで軽くいけませんかね、せっかくなんでね。例えばじゃあれいきます。あれで季節外れのあれを。季節外れもう終わっちゃいました。終わっちゃったやつ、終わっちゃったやつですけど、はい、いいですか。ちょっと持ちネタになっちゃうんですか。持ちネタお願いになっちゃうんですか。ゴスってみてからやっちゃいますか、はい、そしたら、はい、ここは笑顔でもかな。もういくつ寝るとお正月、お正月には回りついて追い羽ついて遊びましょう。早く来い来いお正月、ラララララララお正月、ララ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 ラ、早く来い来いお正月。尺取りすぎました。尺取りました。なんか、ね、今変わってて、すごい、これすいません、すごい動きもすごい、ね、動きも聞いてあのなんていうんですか、音の動きがすごい面白かったです。なんかさすが、いや、さすが、すごいです。このコーラスアレンジも、はい、そうなんですね。そうですね、一応楽器とかやられた鍵盤とか。いや、全あピアノすっごくちっちゃい時にやってたんですけど、はい、今全然弾けないので、はい、あのじゃあもう全部歌メロディーは歌聞いて。そうです。あ、コードは勉強しました。コード勉強したんでジャンジャンって弾くぐらいしかできないですね。はい、伴奏なのでできないんですけど、作る時だけちょっと弾いてっていう感じです。全然混じれなかった。途中でちょっと邪魔しようかな。やめてください。メイン歌ってもらえばよかった。本気でやめてください。ダメです。いや、すごいですね。すごい。こういうのやっぱ日曜日計算でこうやって遊びながら飲みながらでもやってると、それはやっぱりね、すごいですよ。すごい。でというか、あれじゃないですか、周りがなんだなんだと思われるんじゃないですか、途中でなんか池歌い始めると。なんかあのね、赤レンガ広場じゃない、赤レンガ倉庫、はい、で、はい、歌った時はなんか酔っ払ったおじさまたちがあの拍手してくれました。そういうこともありましたけどね。ありますね。はい、すごい、はい、すごい、ね、かっこいいし、まあ、これはね、楽しそうですよね、はい、これがいい、うん、ね、素晴らしいでございますからね。で、実際は、そのごめんなさい、ちょっと急遽戻っちゃうんですけど、はい、2009年に結成されたんですけども、その時のきっかけっては何だったんですか。恵比寿にありますゴスペルスクールがありまして、はい、そちらの方で、この二人はあの違うグループのゴスペルクワイアにおりまして、はい、大人数の、はい、で、アスカは、ソロのコースにおりまして、で、それぞれがこう引っ張られて抜粋されてできたチームなんですよ。あ、どなたがいらっしゃったんですか。そうですね、師匠がおりまして。なるほど、はい、そうだったんです。ソウルシンガーの師匠なんですけど、はいはいはい、すごいですね。いやいやいや、でこれ10年間ですもんね、はい、うん、まあ正直、まあ、嫌な話ですけど、喧嘩とかっていうなんか揉めたりとかすることはしましたよ。あ、やっぱしました。やっぱ気が強いから。だから意外と私結構私たち意外と M なんですよ。あ、M なんだ。見合っちゃうんですか。そうそうですか。まだ8時ぐらい。そうですね。ちょっと遠慮し合っちゃうとね。はい、そうそう。だからそんな遠慮し合っちゃってた時の方がなかなかうまくいかなかったりするので。なるほど。そっかそっか。ちゃんと意見を言って、そんな激しい喧嘩はしないですけど、はいはいはい、ちゃんと意見を言い合うようになってから、さらにこうファミリー感増してきた。そうですね。はい、
あの自分の意見だけじゃなくて人の意見も聞きながら、うん、ねなっているとすごくいいかなと、ね、思いますけども、ね、で、告知の方もねもうね時間が10分前ぐらいなんで あっという間なんですよ、はい、もうちょっとね喋りたいんですけど、あメール来てますね、はい、あじゃあメールの方よろしくお願いします。メール、はい、いただいているので紹介したいと思います。せいじお兄ちゃん、めぐちゃん、パラディソウルさん、 T 君こんばんは、デニコです。ありがとうございます。めぐちゃん、今夜もさりげない手まりのイヤリング素敵です。 ありがとうございます。あそうだね、これね、そうなんですよ、手まりなんですよ、はい、手まりなんです。せいじお兄ちゃん、初夏を思わせる衣装、爽やかと。初夏、初夏、先取りすぎ、初夏です、ね、初夏っていただいてますよ。暑いんです結構。はい、パラディソウルさん、はじめまして。パワフルな歌声に圧巻です。タブレットでイヤホンをして見ていますが、 耳には悪いけど音量を大きくして聞きたい歌声です。皆さん黒の衣装で統一されていて素敵。イヤリングもネックレスもおしゃれ。もう短時間ですが皆さんの歌の世界に引きずり込まれました。悲しい切ない歌は涙が出ました。さて今日は何の日？あ、分かりました。はい、今日は太郎次郎の日です。はい。1958年、はい、昭和33年南極観測を断念、はいはい、15頭のカラフト犬が取り残されました。太郎次郎が生存して発見され、あ、1959年に発見され、今日は愛と希望と勇気の日とも言われています。皆さんは犬を飼っていますか？犬を旅行に連れて行きますか？パラディソウルさん、これからもパワフルで素敵な歌声を聞かせてください。喉と体には気をつけてくださいね。それではまた、バイチャ。ありがとうございます。ありがとうございます。あのいつもね、今日は何の日か教えてくださるんです。そうなんです。太郎次郎の日ということで、ご存知ですか？そもそもこれ映画になったんですよ、南極物語。高倉健さんの、はい、はい、その多分、うん、あ、そうですね、ね、面白かった。そうですね、うん、犬飼ってらっしゃいますか皆さん？あ、飼ってますか？どういうことですか？ドーベルマンとかじゃないですよ。似合いますけど。黒パグリス。で、旅行にも連れて行ったりしてるんですか？まあ、ちっちゃい旅行ぐらいの感じですね。はい、でもやっぱり飼い出しちゃうと大変じゃないですか。なかなかちょっと外とかね、なかなか行けないです ね、 ですよね。こうライブで地方とか行ったりするんですか？あります。ありますね。そういう時はワンちゃんは母親が見ております。あ、そうなんです、はい、ありますよね。、はい、今日はね、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあツアーといえばもう本当になんかいろいろと回られてはしたりするんですか？そうですね、そうですね、地方でなんか営業とかをいただいて、はい、行って上は、山形、はい、下は福井、福井一番端っこまで行かない方、最北、最北端まで行きたいんですけど、中途半端、中途半端行ったり来たり、結構ここが濃密な感じなんですよ。せめて青森行ってほしかったです。そうですね、次はお待ちしております。あの、はい、厳選してるわけじゃないんで、全然お待ちしてます。お待ちしてます。オファーの方よろしくね。南の方方も、はい、なるほど。そして、ね、去年発売された、はい、ね、アルバム、はいはい、こちらまず絶賛発売中ということで、はいはい、これちょっと、まあ、こっちもありますミスパー、これにちょっと見て、ね、じゃーん、あ、どうでしょう。今オペレーターの方が、ありがとうございます。わかるかな、わかるですか？これは、実際は曲は、はい、あの作られた、あ、はい、そうですね、音源はすべて生のバンドでレコーディングしまして、あの、はい、バンマス の、 あの、ま、バンドメンバーも一緒に作ってくれたんですけど、結構こだわりの作品に、ま、流れてるの。あ、そうです、そうです、はい、うん、ま、過去の曲というか、ま、ライブでしか歌ってこなかったような曲も入れてますし、はいはい、このアルバムのために新しく書いた曲も入ってまして、まあ、全体通して結構こう女性に向けたメッセージというか、ですかね、まあ、いろんな、人生のいろんな場面で共感していただける曲が入ってるんじゃないかなと思ってます。で、今日やっていただいた最後の曲もね、はい、やっぱ女性、はい、そうですね、もうタイトルにもなってますね、はい、そうですよね、はい、で、これまだ、これからの予定というか、はいはい、ライブとかっていうのは、はい、
2月の26日の水曜日にちょっと平日なんですけれども、はい、ちょっと大物の、海外からニューヨークから、来日されるゴスペルシンガーの方のちょっとまあ、前座といいますかちょっとゲストで、すごいですね、はい、出演をさせていただくのでそれが銀座ゼロというところでですね、はい、ちょっと時間的には短いんですけれども出演させていただきますので、まあ、その方の歌声も聞けるということで、はい、今予約の方受け付けております。はい、ぜひぜひということで、はいはい、やっぱり聴いてる曲もご自身が聴いてる曲もゴスペルだったりとかって多いんですか。どうなんですか、好きな曲、アーティストさんとかいらっしゃれば、うん、あります。私結構いろいろ聞くんですけど、はい、歌教えたりもしてるので なるべく J-POP 聞くようにしてるんですよ最近。あ、そうなんですね。はい、でまあ、自分で曲作ったりもするので、はい、普通にヒゲダンディズムとかが好きです。洋楽もすごい聞くんですけど、なるべく最近流行ってる曲何かなっていう感じで聞いて、あ、歌詞を張ってるんですねっていう感じは最近はそんな感じですかね。ヒゲダンいいですよね、かっこいいですよ、ね、普通に好きです。どうですか。あ、私も洋楽も結構聞きますけど、はい、例えば愛さんとか高橋真理子さんとか、ちょっとやっぱ自分が声が低いので、ちょっと同じようなこう表現をされている方の曲がすごく耳に入ってくる感じではあります。そんな感じなんですね。はい、はい、どうですかね。私もそうですね、もともとやっぱりブラックミュージックがやっぱり好きだったので、それも今聴きますし、ゴスペルもたくさん聴きますし、夏メロとかもね、自分たちが高校生ぐらいの曲とかも未だにちょっと家で歌ってたりとかたまに出てきちゃったりしますし、ノリが違います。ノリがいいです。ああ、そうなんですね、はい。で、まあ、このオリジナルを引き下げてライブを、まあ、トントンとやっていく感じですかね。そうですね、そうですね。今いろいろね、子育て中だったりとか、あ、そうなんですね。あ、なるほど、はい、してたり、はいはいはい、私ももうすぐちょっと産休に入るんですよ。はい、あ、そうなんです、おめでとうございます。ありがとうございます。なのでちょっと3人の活動は、はい、まあ、ちょっとゆるっとというか、うん、減らしつつなんですけど、私たちクワイアを持ってまして、はいはい、教えてるんですけど、そのクワイアとボンボヤージュクワイアというクワイアと一緒に、うん、活動してることが最近はほぼですね、はい、今日のお客様にも、はい、いっぱいメンバーにもいるんですけども、単独ライブとか生バンドの単独ライブがあったりとか、うん、あ、みんなでやる感じ。そうですね、結構大きいホールとかやらないとなんですか、どうなんですか。そうですね、結構それ200人ぐらいのところとか、ね、いらしてくださって、ね、はい、やってます。はい、で YouTube もやられてるんですよね、先ほどもなんかおっしゃってましたけど、はい、ゴスって見たという、はいはい、パラディソウルの YouTube チャンネルも、はいはいはい、ありまして、はい、そちらの方もじゃあチェックと、はい、チェックしていただければ、はい、はい、いや、もうあっという間にもう4分前ですけども、うん、なんか言い残したことはございますか。言ってますよ、まだ、はい、言い残したこと、どうですか、言い残したこと、じゃあちょっと考えてください。告知の方、こっちの方、はい、ね、いいですよ、なんかね。結構話したなと思って、あ、そう、びっくりしたなと思って、はい、じゃあちょっとさ、待って、僕らもね、ちょっといろいろやってますんで、告知の方、じゃあどうぞ。何でしたっけ、自分の告知ですよ。あ、私バスガイドスは先ほど、はい、オープニングでちょっとお知らせさせていただきましたが、1月24日こちらで、トークとライブやりますので、はい、ぜひご乗車お待ちしております。そして、はい、私とセイジさんが、はい、ラジオですね、はい、はい、まあ、そこの壁にも貼ってます、インターネットラジオの J ラジ東京というと、まあ、うち CA 部の方で、はい、ネットでラジオ局っていうのを立ち上げて、でその方の番組を2人でやってまして、はい、はい、というか、ふわっと、ふわっとラジオっていうその内容は、うん、まあ、はい、中身は後で聞いてくれれば分かると思いますんで、はい、ぜひお楽しみ。まだ期間決まってないんですよ。はい、だから決まり次第 SNS でね、はい、告知はしていきますので、よろしくお願いしますということと、10分自身はノアっていう番組やってまして、はい、そちらの方、去年結成5周年で、今年が一応デビュー10周年って形で、はい、でもただまだ全然、すぐにシングル出せるっていう感じじゃないですけど、今準備してますんで、そちらの方もまあ2月か3月くらいかなって感じで出せればなと思ってますんで、その辺も
よろしくお願いいたしますよ、ね、ということで、はい、最後にちょっとメッセージをいただければと思うんですけど、はい、どうですか。もう考えてなかったもう聞き入っちゃってましたと思ってましたですね、はい、そしたら今回のこのアルバムなんですけれども、はい、一応ライブ会場でももちろんご購入はいただけるんですけれども、はい、こちらのウェブの通信販売サイトが、はいはい、ございますので、そちらの方からもご購入をいただけます。でいろいろホームページだったり、Facebook、Instagram、Twitter などいろんなSNS をやっておりますので、はい、今後のライブ情報だったりもそちらの方に随時更新予定でございますので、合わせて YouTube のこすってみたも一押しでございますので、はい、それも合わせてぜひぜひチェックをしていただければなと思います。はい、チェックのほどチェックしますのでよろしくお願いします。お願いいたします。ということで、まあね、こんな感じであっという間でしたけど、はい、どうでした。うん、緊張し、緊張楽しかったです。ね、そう、あ、そう、うん、楽しかったですね。逆に、はい、逆に、いやいや、大丈夫か。ちょいちょいなんか探り合ってる。大丈夫。そう、やっぱりこのね、大きな会場でこうね、歌ってる時よりも、うん、こうすごく、ああ、そうですよね。確実に、ね、緊張感ありますね。皆さんの顔は見えますからね。今日なんかこう一体になれる感じがね。はい。今日はね、ちょっとしっとりめの曲が多かったんですけど、あ、なるほど、次回それこそ一緒に飛び跳ねたりするような曲とかも普段歌ってるんで、そうなんですね、はい、そうなんです、今度またね、ちょっと、はい、お時間あった時に、ね、来ていただければと思います、はい、その時はノリノリやつを、はいはい、下ガウンガウン言わせて確かに結構響くんですよ、6階事務所なんですけど響きそうですね、確かに、はい、かしこまってします、じゃあはい、今夜の千住でクロスエンタメライブいかがでしたでしょうか。この後20時30分からは千住でクロス C スタジオをお届けいたします。どうぞお楽しみに。はい、はい、ゲストはパラディソウルさんの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週です。